1912年の欧州列強によるアフリカ植民地化。黄緑がイタリア領エチオピアとイタリア領東、アフリカエチオピア皇帝メネリク2世。エチオピア戦争とは、エチオピア帝国とイタリア王国が数度に渡り行った戦争。以下の2つがある。第1次エチオピア戦争第2次エチオピア。戦争詳細は、第1次エチオピア戦争を。 参照ヨーロッパ列強国によるアフリカの植民地化が進む中、19世紀後半、イタリアはエチオピアに介入を始め、1885年に占領し、1889年、ウッチャリ条約によりエチオピアはエリトリアをイタリアの支配に委ねた。詳細は、エリトリアイタリア王国を参照また、同年、隣国ソマリアがイタリア領となった。 独立国エチオピアへの植民を狙うイタリアは、メネリク二世の定位襲名を支援することで、間接的にエチオピアに影響力を行使することを計画していた。そのため、現地には1万人前後の兵士しか派遣されていなかったが、これを後期と見た、メネリク二世は、イタリアとの協定を破棄して開戦した。単に数で上回れるだけでなく、陸軍が、 フランスの支援で高度な近代化を成し遂げていたのも大きな要因であった。遠征軍の指揮官であるオレステ・バラティエリはエチオピア軍がフランス式の大砲や機関銃で武装していることを知ると本国に本格的な派兵を要請した。しかしアフリカ人相手の戦争と侮っていたフランチェスコ・クリスピ首相は増援を拒絶し速やかな決戦を命じた。アドワの戦いで エチオピア軍15万とイタリア軍1万が衝突する。イタリア軍側は各所で包囲されながも抵抗し、エチオピア軍に1万名の損害を与えたが、自らも8000名の兵士を失って敗北した。終結後の1906年にはエチオピアに関する英仏追参国協定が結ばれ、エチオピアにおける三国の利益保護のために協力することなどが決められが、 1925年にベニート・ムッソリーニがイタリア首相に就任すると翌1926年にはイ二国間でエチオピアにおける利益に関する協定が結ばれた。こうした動きがエチオピアの反発を招くのは必死だった。エリトリア、ソマリランド間の連絡を図るためエチオピア領を通る鉄道敷設を計画していたイタリアは1928年に エチオピアと友好条約を結ぶも、両国間の関係は悪化していった。1930年頃より、イタリアがエチオピア領のあるあるに侵食し始めたことから、コゼリアが起こり、欧州列強からの圧迫もあって両国は1934年9月に友好不侵略の共同宣言を発表したものの、イタリアの挑発はやまず、同年12月、エチオピアはイタリアを相手取って、 国際連盟理事会に提訴したが、解決を見なかった。九百三十五年二月、イタリアは、エチオピア国境に三万人の師団を動員。エチオピア政府は、再度国際連盟に提訴し、在位エチオピア公使は戦争の覚悟を表明した。詳細は、第二次エチオピア戦争を、参照領土拡大を図るイタリアは、ドゥーチェムストリーニの指導の下、国境紛争を口実に再び、 エチオピアに侵攻した。数十年の間に近代的装備を失いつつあったエチオピア軍に圧勝し、皇帝ハイレセラシエ一世は亡命して、イタリア国王がエチオピア皇帝を兼任した。1941年、イギリス軍がイタリア軍を駆逐するとハイレセラシエが帰国し、軍の近代化を進めることとなる。ありがとうございます。